やあ、今日はシノンと一緒じゃないみたいだね。リヒター、しばらくシノンがゲームにログインしてこなかったけど、何があったか知ってる？さあ、いろいろと忙しかったんじゃないか。ずっと連絡が取れなくて心配したんだけど、この前ようやくゲームの中で見つけてさ。でも彼女、前とどこか違うんだよ。強くてかっこいいシノンの輝きが薄くなったというか、まるでそこらにいる普通の女の子みたいなんだ。それが本当のシノンなんじゃないか。そんなはずないよ。彼女は特別だ。普通じゃいけないんだ。本当に何があったか知らない？ああ。そう、ならもう話すことはないよ。やっぱりあいつはシノンに対して異常な妄想を抱いている。いつか問題を起こすかもしれない。注意しておかないと。さて、今日はどこへ行こうかな。やっほー。ごきげんよう。よう、ストレアにプレミア。二人でどこかに行くところか？うん。と言っても、どこに行くかはまだ決めてないんだけどね。ねえ、せっかくこうして会ったんだし、私たちと一緒に出かけない？ああ、俺は構わないよ。どこに行こうか。私はお二人に任せます。俺もすぐには思いつかなそうだし、ストレアの自由にしてくれていいぞ。私の自由？それじゃあついてきて。ストレアの自由にとは言ったけど、一体どこへ向かっているんだ？まだ内緒。この辺にはあんまり来たことがないんだよな。先ほどからどこを見ても同じ景色です。心配しなくても大丈夫だよ。さて、確かこの辺だったはず。二人ともちょっとここで待ってて。おい、ストレア、どこに行くんだ？すぐ戻る。行ってしまいました。しょうがない、ここで待ってよ。それにしても相変わらず自由だな、ストレアは。自由というのは迷惑ですか？いや、そんなことないよ。ストレアに振り回されるのは結果的に楽しかったことばかりだし。楽しいですか？おかえり。一体どこに行ってたんだ？それまだ内緒。楽しみは取っておいた方がいいでしょ。はいはい。それで目的地まであとどれくらいなんだ？あとほんのちょっと先だよ。さあ、改めて出発進行。行きましょう。あ、二人とも目的地が見えたよ。
どこだ？目立ったものは見えないけど。ここからじゃまだ見えないよ。あの木の開けたところがベストポジションなの。ほら、プレミア、こっちこっち。あ、急に引っ張られたら。プレミアもストレアに振り回されてきたな。はい、到着。向こうを見てみて。これは、おお、いい眺めだな。草原が一望できるじゃないか。こんな景色のいい場所が森を抜けた先にあったなんてな。どうかな、プレミアに見せてあげたかったんだけど。はい、とてもいい景色です。風も気持ちいいでしょ。それじゃあ、はい、どうぞ。これは果実ですか？この景色を眺めながら食べるのが最高なんだよね。さっきはこれを取りに行っていたのか。じゃあ遠慮なくいただくな。うん、召し上がれ。おいしいです。喜んでくれてよかった。あれ、どうしたの、プレミア。いえ、自由な行動がこんな風に喜びにつながることがあるのですね。言った通りだろ。ストレアに振り回されるのは楽しいことが多いって。本当でした。不思議なやつなんだよ、ストレアって。適当そうなのにちゃんと人のことを分かってる。ストレアの行動に救われている人はきっとたくさんいるはずだ。そんなに褒めてくれるなんて嬉しい。ちょっと急に抱きつこうとするなって自由すぎるぞ。抱きつかれるのは嬉しい？うん、男の子は女の子に抱きつかれるとすっごく嬉しいんだよ。なるほど。プレミア、今の話は覚えなくていいからな。よ、フィリア。何しているところ？何しようかなって思っていたところだよ。じゃあもしかして時間ある？エンペラーソードのクエストを進めに行かない？お、いいな。紋章も揃っていよいよ大詰めだもんな。うん、それじゃあ早速みんなに連絡してみるね。宮殿の大広間に向かおう。紋章を王様に渡せばクリアになるはずよ。待ちに待った時が来たな。行こうぜみんな。子供のようにはしゃいでるわね、二人とも。宝物を見つけたいって人とエンペラーソードが欲しいって人だもの。まあでも気持ちはわかるけどね。私もクエストの結末がどうなるか気になるし。でもさ、きっと簡単には手に入らないんだろうね、エンペラーソードって。
ボスが待ち構えているっていうのが普通の流れだよね。だけど今のあの二人ならどんなボスでもあっという間に倒しちゃいそう。確かにそうだね。今まで進めてきたクエストはどこもトラップだらけだったわよね。ここもやっぱりトラップが多いのでしょうか。注意するに越したことはないわよね。お宝を目の前に全滅なんて笑えないからな。一丁気合を入れていこうぜ。おう、激レアクエストの報酬ってのをとくと見てやるとするか。みんな準備はいいみたいだね。それじゃあエンペラーソード目指して出発。フィリア、目的地は王の間だったよな。うん、国王様がいるところのはずよ。ならこの広い回廊を進んでいけば良さそうだな。王家の紋章が光ってる。紋章が何かに反応しているのか。なんだろう。ねえ、そこに扉があるんだけど、それに反応しているんじゃない。王の間の扉じゃないよね。小部屋の扉みたい。あのさ、これってもしかしてトラップなんじゃない？俺も実はその線を考えていたんだよ。今までのクエストも散々トラップだらけだったし。小部屋に入ったら閉じ込められて水攻めされたりするんだよ、きっと。水攻めかどうかわからないけど、何らかのトラップはあってもおかしくないよな。とはいえ気にもなるし、覗くだけ覗いてみるか。わかった、じゃあちょっとだけ見てみよう。ここは宝物庫みたいね。宝箱がいくつか置いてあるな。開けたらトラップがってことは十分ありえるわよね。だったら俺だけ部屋に入って宝箱を調べるから、みんなは外で待っててくれないか。え、なんで？わざわざトラップのある部屋を全員で調べて全滅なんてことになったら大変だろ。わかった、ここは任せる。うん、よろしくね。ああ、よう、お待たせ。あ、出てきた。無事でよかった。それで宝箱の中身はどうだった？コリア、普通に店売りにある装備品とかだったよ。なんだ、普通の宝物庫か。まあ、水攻めされなかっただけでもよしとしようぜ。それじゃあ王の間を目指そう。ここが王の間だな。あ、あの人が国王様じゃない？よし、フィリア、紋章。おお、そなたらが持つのはまさしく王家の紋章。
ようやく見つけることができた。礼を言うぞ。はい、じゃあこれお返しします。ついに紋章が我が手に。これであの忌々しい剣を手に入れ破壊できる。そうすれば私が恐れるものは何もなくなる。ん？何か様子が変だぞ。役割を終えたお前たちには褒美として死を与えてやろう。フィリア、下がるんだ。憎き国王ブレグスに恥辱を受けてから今ようやく復讐を果たす時が来たのだ。魔の神から授かったこの力で今度こそこの国を我が手で支配してくれる。どうなってるの。ボス戦だ。みんな戦闘準備。なぜだ。なぜ私が人間ごときに。強かった。あ、ドロップアイテムが出た。おお、エンペラーソードか。ね、王家の紋章。つまり取り返しただけ。そんな。では結局エンペラーソードは手に入らなかったんですか。なあ、ボスを倒したらもらえると思っていたんだけどな。そうですか、残念でしたね。ですがレアなクエストには違いないと思いますよ。そういえば今回のクエストはどのようなお話だったのでしょうか。300年前、エンペラーソードの所有者であるブレグスが国王として選ばれた。けどそれを良しとしない兄のロイルがブレグスの命を狙ったの。何でもロイルは魔物にたぶらかされて、国を捧げれば強大な力を授けると言われていたそうよ。でも結局ブレグスによって野望は打ち砕かれたみたいだけど。ところが最近になってロイルが悪霊として復活して今の国王に成り代わっていたんだよ。それに気がついた王族の人間が紋章を持って逃げたんだとさ。ダンジョンに多く仕掛けられていたトラップは王族の人間が紋章をロイルに取られまいと作ったものだったんだ。最終的に俺たちでなんとかロイルは倒したけど、その後の展開はあっけなかったぜ。今の国王はとっくに殺されていて、その息子が王位を受け継いだことでめでたしって感じだ。エンペラーソードは物語中に話として出てくるだけでしたね。そう簡単にレア武器は手に入らねえってことだな。でも王家の紋章集めも結構大変でしたよね。あれはあれで楽しかったけど、エンペラーソードも見てみたかったよね。まあコルが報酬で手に入ったんだし、盛り上がる企画でも組みましょうよ。そうだね、一応クエストクリア記念ってことで。はあ、クリアしたけどちょっとがっかりだな。元気出せってフィリア。まだこのゲームも始まって間もないんだ。レアアイテムはこの先にもたくさん出てくるだろうからさ。
こうなったらパーティーやってやけ食いよ。みんな付き合ってもらうからね。オッケー、いくらでも付き合うよ。エンペラー騒動にまつわるクエストはここで終わりか。フィリアの言う通り、物足りない感じは否めないな。いや、シリカ、今日は店の方はお休みか？はい、ちょっとお店の看板を作るクエストをやろうと思いまして。看板？ああ、前に少し話していたよな。はい、リズさんのお店のような立派なのじゃなくて、木製のが作れるっていうものですけど、やっぱり看板ってお店の顔になるじゃないですか。確かにリアルでも、それだけでお店の雰囲気だったり思いが伝わったりするもんな。自分も作ろうかと。看板か。なあシリカ、俺もそのクエストに同行させてもらってもいいか？え、いいんですか？むしろその方が嬉しいというか、なんというか。それからリズムを一緒に誘いたいんだけど。リズさんもですか？もちろん構いませんけど、そもそも一人でも問題ないくらいの難易度だとは思うんですが。ちょっとそのクエストに用があってさ。それにみんなでやった方がクエストは楽しいだろ。それもそうですね。リズさんも誘って看板作りクエストをやりましょう。これで素材は全て集まりました。一人でやるとなると地味に大変なクエストだったわね。はい、手伝ってもらって助かりました。あとはこの素材を大工好きのおじさん NPC に渡せば、好きなデザインの看板を作ってもらえるんです。どんなものにするかは決まっているの？ピナが店長なので、ピナが肉まんを食べている絵にしようと思っています。へえ、ピナの看板でお客さんが増やせるか、店長の腕の見せどころよ。早速町に戻って。あ、悪いんだけど、看板もう一つ分だけ素材集めに付き合ってくれないか？もう一つ分？なんでよ、ひょっとしてあんたも店を持つつもり？いや、俺じゃなくてリスの分だよ。私の分？でもうちにはもうあるのに。リズにはきっと余計なお世話だと思うんだけど、あの立派な看板はまだ出番じゃないと思うんだ。きっとリズは SAO や ALO を経ているからこそ、客からの期待と信頼を重く感じてしまっている。でもさ、ここはオリジンでまだ始まって間もないゲームだ。自分の気持ちと技術の差がまだ埋まってない状態とも言える。リズだってビギナーなんだから、気負いしないで一歩ずつ進んでいこう。長年あんたの武器をメンテしてきた私に随分ビシッと言ってくれるじゃない。ごめん、偉そうなこと言える立場じゃないけどさ。冗談よ。はあ、私もビギナーか。リズさん、ビギナー
って言われると悔しいけど、その通りだし、気負いしているのもきっと図星。背伸びしすぎていたかもしれないわね。ビギナーなんだからコツコツやらないと。シリカが頑張っているようにね。リズさん、看板作りを手伝います。一緒に素材を集めましょう。うん、じゃあ頼んでいいかな。ああ、みんなでやろうぜ。ナイスシリカ、いい戦いぶりだな。さあ、もっと集めないと。私、先に進みますね。頑張ってるな、シリカ。私、あの子に余計な心配かけてたみたいね。この前も自分はリズに何かしてやれないかって話していたよ。まったく、できた妹ね。シリカはリズのことが好きなんだな。なんかくすぐったいわよ、そんなこと言われると。行ってみよう。ちょうどリズの分の素材が集まったんじゃないか。本当ですか？やりました。シリカの活躍で明らかに素材集めのペースが上がったわよね。ひるまずに攻め続けたのは圧巻の一言だったよ。まあ、パンツ丸見えだったけど。必死だったし。見てるわね、これは。ああ隠す余裕がなかったんですけど、それって私のために一生懸命戦ってくれたからでしょ。だから、ありがとう、シリカ。リズさん。さてと、それじゃ、看板を作り直して、心も新たに、真相回転といきますか。
作り上げていく方法を教えてください。もちろんよ。でも私だってビギナーなんだから、わからないことがあったら教えてよね。はい、一緒に頑張りましょう。リズが元気になってよかった。シリカがリズのことを本当に好きだから元気づけられたんだろうな。